皆さんはこんな経験ありませんか？就職をきっかけに一人暮らしを始めたけど、毎日コンビニ弁当で気づいたら健康診断で引っかかっちゃったとか、彼氏と同棲したいけど料理できないからどうにかしたいけど、彼氏にバレたくないからあからさまな料理本は買いたくないし、かといって料理教室に通う暇もないとか、夕飯のメニューのレパートリーが少なくて3日に1回カレーにしてたら夫も子供も家を出て行き、今では目の前の鏡と2人でカレーを食べていますとか、そんなあなたに朗報です。今回ご紹介するこちらの漫画が全て解決してくれますってことで、はい、今回紹介する漫画はこちら、はい、エミヤさんちの今日のご飯という、作品ですね。はい、こちらも、この表紙ですでに察している方もいるかもしれないんですけど、これ実は、原作がありまして、まあ、フェイトっていう有名な作品なんですけど、まあ、知らない人がね、万が一にもね、いるかもしれないんでね、はい、簡単にね、原作の方も紹介しておきたいと思います。まあ、簡単に言うと、まあ、7人の魔術師がいまして、まあ、誰もがね、知ってるような、英雄、過去の英雄をね、現代に英霊っていう、まあ、形で、呼び出して、そして聖杯っていう、何でも叶えてくれるドラえもんみたいなね、そんなやつをかけて、殺し合いをするね、2020年のオリンピック種目にもあるとても楽しい競技ですね。はい、で、魔術師が呼ぶ英霊にはそれぞれ、属性みたいなのがあって、セイバー、アーチャー、ランサー、ライダー、キャスター、アサシン、バーサーカーの、7つで、構成されています。ただね、別作品の方では、この7つの他にも、ルーラーとか、アベンジャーとか、アルターエゴとか、ムーンキャンサーとか、フォーリナーとか、シグダーとかいるんですけど、はい。で、まあ、こちらの今回紹介する漫画の方では、本来敵同士であるはずの英霊たちが、まあ、魔術師も含めてね、まあ、普通に、ごく普通に生活しているので、なんだろう、殺伐とした雰囲気はね、一切ありません。めっちゃ平和です。はい。で、この表紙の少年、この、茶髪って言ったらいいのかな。この少年が、エミヤですね。はい、ちなみに、このエミヤの隣にいるのがセイバーですね。はい、お茶碗持ってますね。はい、めちゃくちゃご飯好きです。で、原作でも、今作でも、主人公が、このエミヤですねっていう少年なんですけど、まあ、原作の方でも実は料理が得意で、まあ、そこからね、派生したようなお話です。はい、まあ、主人公を含め、いろんな登場人物がね、それぞれの、なんだろうな、季節とか行事とか、そんなね、テーマに沿ってお料理をしていくんですけど、まあ、そこがね、とにかくね、まあ、ちょっとご紹介するんですけどね、すごいんですよ。例えばね、
ちらし寿司とか、うん、七五三っていう、七五三っていうか、ひな祭りかな、うん、の時ってよくあのちらし寿司とかって食べませんか？食べないですけどね、私の家庭ではね、はい。まあまあ、まず この完成した料理がね、パないでしょ。パないの？本当に食べられるよね。うん、でこっちの方にね、作り方、簡単な作り方がこうバーっと書いてある。まあ漫画の本編の方でも作っていくんで作り方が分かりますね。あとなんかポイントみたいなのも書いてあったりとかね。でこれちゃんとね、材料とか書いてあるんですよ。すごくないこれ、ね、料理本だよね。うん、ね、あとこう酢飯の基本とかね書いてあるんですよ。寿司酢はご飯の1割で計算、ご飯を増減してもご飯の重さ割る10で、寿司酢の量が出ますと。知ってました？こんなね、細かいところまでね書いてあるんですよ。はい。で、さっき見せたレシピみたいなのはこのお品書きっていう、まあ9話とあと番外編2つと特別編ってありますけど、これのそげそげの話の最後のページに、レシピ的なものがね書いてあるんで、ね、このお品書きだけでうまそうじゃね、本当に。そんな感じで書いてあります。はい。で、あと、現在ね、4巻まで出てまして、こっちがね4巻まで出てます。はい。まあアニメの方は1巻だけだったのかな。まあ4巻まであるんで、アニメ見てちょっと面白そうだなって思ったらちょっと2巻3巻4巻と買って読んでいただければありがたいというか、はい、私書いたわけじゃないんですけどね、はい、ぜひ読んでいただければなと思います。ね、ちょっとね別ルートの方も出てきますんでね。まあ一応フェイトステイナイトっていう作品で出てくる主人公なんですけど、まあフェイトゼロ、そのまあ前の作品だったり、あと別のね作品で出てくる英霊、まあサーバントっていうんですけど、まあそのキャラとかね出てきたらもっと面白いなってちょっと今後ね期待してます。はい。なのでね、単純に料理がしたいなっていう人とか、あとフェイト作品が好きな人とかはまあおすすめしますんで、ぜひ読んでみてください。はい。でさっきも言いましたがアニメ化もしてますんで、ボイスありというかもう映像でありますんで、もうお料理番組みたいな感覚で見ることもできますのでね、アニメの方もよかったら見ていただければなと思います。はい。ということで、今回は、エミヤさんちの今日のご飯という、作品を、ご紹介いたしました。またね面白い漫画あったらね紹介していこうと思いますので、はい、よろしくお願いします。では、今回はこの辺でありがとうございました。